立憲民主党、福山哲郎氏。感染拡大が止まりません。に批判殺到。内容はこちら。立憲民主党、福山議員の発言に批判が殺到しているようです。では、福山議員の発言を見てみましょう。福山哲郎、立憲民主党。感染拡大が止まりません。医療現場の逼迫がいよいよ懸念されます。懸念されるなら、国会でコロナ対策に集中してください。どうして人ごとなの？では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。入国制限緩和を取り消すべきでは？感染拡大が止まらない原因の一つとして、入国制限緩和の問題があります。そのことを国会で議論してください。次はこちら。それだけ？一般人のツイートかと思いました。国会議員として何とかしようと思わないのですか？びっくりです。人ごとかよ。福山氏は国会議員ですよね。なんでそんなに人ごと感満載のツイートなのですか？感染拡大を抑えるために策を練るのが国会議員の仕事ですよね。次はこちら。危機感があるのなら、与野党協力して困難に当たるべきでしょう。世界の感染状況とも比較し、冷静に対処することが重要です。仕事しろ。議会で決めることはたくさんあります。その通りです。この困難を乗り越えるには、与野党で協力するしか手はないのです。いつまでもいがみ合っていないで、仕事をしてください。最後はこちら。今頃言っても遅い。それで、日常生活、経済とのこと考えての政策は？で、対策は？だから何？対応策でもツイッターしたら。批判を口にする暇があるのなら、対案を出してください。お願いします。結論。今回の福山議員のツイート内容はあんまりですよ。多くの国民が新型コロナ感染拡大で困っているというのに、まるで人事ですからね。この窮地をどうにかするのが国会議員の仕事なのではないのですか？とにかく与野党で議論を交わし、コロナ対策に集中してください。よろしくお願いします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。